クロンダイクサミット駅、1900年、ホワイトパスユーコンルートは、アメリカ合衆国のアラスカ州スカグウェイの港と、カナダのユーコン巡州の州とホワイトホースを結んでいる、カナダ及びアメリカ合衆国の2級鉄道である。孤立した鉄道であり、他の鉄道路線と直接の接続はない。設備、貨物、旅客は、スカグウェイの港を経由して、船でやってくるか、道路を経由して、 途中の駅から利用することになる。また、鉄道の内アラスカ州部分は、パシフィックアークティックレールウェイナビゲーション社、ブリティッシュコロンビア州内の部分は、ブリティッシュコロンビアユーコン鉄道、ユーコン巡州内の区間は当初は、ブリティッシュユーコンマイニングトレーディングトランスポーテーション社という会社名であった、ブリティッシュユーコン鉄道が運営しており、 営業上ホワイトパスユーコンルートという名称を使用している。この鉄道はカナダでゴルフ場などを経営しているクラブリンクエンタープライズリミテッドの完全子会社である。この会社はトロント証券取引所に上場している。この鉄道は1897年のクロンダイクゴールドラッシュによって生まれたドーソンシティの近郊へ向かう炭鉱者がよく使う道は 最も近い港であったスカグウェイカそのそばの第2位からカナダとの国境の山をチルクーと峠またはホワイト峠を越えていく危険なものであったカナダの当局は探鉱者に対して膨大な量の装備品を準備して入居することを求めたので入居許可が得られるまで何度も峠を上り下りして装備品を運び上げる必要があったホワイト峠で使われていただけ物や チルクーと峠で使われていた荷物運び妊婦よりも効率の良い交通手段が求められていた。これにより多くの鉄道計画が持ち上がった。1897年には、カナダ政府は32県の有根地区での鉄道計画を受け取ったが、ほとんどは実現しなかった。1897年、スカグウェイとそこから325マイル離れた。 有根順州のフォートセルカークを結ぶ鉄道路線を建設する3つの会社が設立された。概ねイギリスの投資家からの出資により、この鉄道はすぐに着工した。3フィートの狂気鉄道が選択された。山の岩場を削り、葉っぱを行って、道床を確保しなければならない場所では、狂気鉄道によって、道床幅を狭くすることで、大きな費用削減ができるからである。 しかし、それでも、ホワイト峠の頂上まで到達するために450トンの爆発物が使用された。また、狂気を採用することにより、より究極線を採用することができ、これにより、葉っぱで地形を突っ切っていくのではなく、地形に沿って走らせるようにすることができて、より工事を容易にすることができた。建設工事は百九十八年五月に始まったが、地元の自治体や、 そこを仕切る犯罪組織のボスである、ソー・ピー・スミスとの対応に関して、障害に直面した。社長のサミュエル・エイチ・グレーブスが、ソー・ピーとその配下の詐欺師やならず者の一団を排除するための自警団の議長に選ばれた。1898年7月8日の夜、ソー・ピー・スミスとその護衛は、ある自警団の会合中、有名なチュノワーフの決闘で殺害された。 サミュエル・グレイブスは、この決闘に立ち会っていた。鉄道会社は、廃下のならず者たちの謙虚を助けて、逃走ルートを遮断し、スカグウェイに残っていた、鉄道建設の障害は解消された。1898年7月21日、アラスカ州で最初に運行された鉄道として、スカグウェイから4マイルの距離を観光用の列車が、旅客を乗せて走った。 1898年7月30日、3つの会社が所有していた鉄道の免許及び関連する権利は、ロンドンで新たに設立されたホワイトパスユーコン鉄道が買収した。1899年の2月半ばに、スカグウェイから20マイルのところにあるホワイト峠の2885フィートの頂上まで建設工事が進んだ。 1899年7月6日に、ブリティッシュ・コロンビア州のベネットまで到達した。また1899年の夏には、スカグウェイから110マイル北のホワイトホースまで、カークロスからの建設工事も始められた。ベネットからの建設工事は、小岩の難しい地帯を通過したが、翌年カークロスまで到達し、1900年7月29日に、最後の犬釘が撃たれて、 1900年8月1日から営業が開始された。しかしその頃にはもうゴールドラッシュは終わってしまっていた。この時打ち込まれたゴールデンスパイクは実際には通常の鉄製のものであった。本当の金でいてきた犬釘も用意されていたが、金は柔らかすぎて打ち込むことができず、ハンマーを打ち下ろしただけで形がおかしくなってしまった。 ベネット湖のほとりを行くホワイトパスユーコンルートの列車ホワイトパスユーコンルートの建物は現在は博物館となっており、クロンダイクゴールドラッシュ国定史跡公園の本拠地であるゴールドラッシュは終わってしまったので、金よりも銅、銀、鉛などの他の鉱物を求めて本格的な工業が行われるようになった。最も近い港はスカグルウェイであり、そこへ行く唯一の道は ホワイトパスユーコンルートが運営する河川の船と鉄道であった。この鉄道では、鉱石や成功が輸送需要の大半を占めたが、旅客やその他の貨物も輸送した。長い間、ユーコンへ行く容易な手段は他になく、また、スカグウェイからは回路を使う以外に手段がなかった。ホワイトホースからカーマックスまで鉄道を延長するための資金と経路は準備が整っていたが、 河川交通が混乱しており、ボトルネックとなっていた。会社は鉄道を延長する代わりに資金を、河川の船舶のほとんどを買収するために投じ、ホワイトホースとドーソンシティを結ぶ安定した、信頼できる、交通手段を提供した。ホワイトパスユーコンルートは、ホワイトホースからフォートセルカークまでの線路は結局、建設しなかったが、1900年以降にいくらかの、 鉄道の延長工事を行っている。1901年にタクの当局により、タク軌道という2.5マイルの連水鉄道が建設され、これは1951年まで運行していた。この軌道では、タギシコで運行している、スチゴーとアトリン号アトリンまで運行しているタラーネ号を連絡して、旅客と貨物を運んでいた。 土号は1990年に不審火で消失したが、タラーネ号は復元されて、殺人事件推理劇のショーを含むディナーを提供する船として運行されている。土号を復元するために建造された救命艇はタラーネ号へ提供された。宅軌動では車両を展開することもできず、西向きに運行するときはバック運転を行っていた。ここで使われていた機関車のダッチェスは、 カークロスで保存されている。1910年、ホワイトパスユーコンルートは、ホワイトホース近郊の工業地帯であるプエブロまでの支線を運行するようになった。この支線は1918年に廃止された。貨物運搬用の道路がその後を通っているが、多くの部分はバリケードで封鎖されている。1980年代のホワイトホーススター氏の論説では、 アラスカハイウェイがホワイトホースを迂回してバイパスを建設する必要がある場合はこの経路が理想的であろうとしている。ドーソンシティのクロンダイクマインズ鉄道などユーコンにおける他のすべての鉄道が1914年までに廃止されたのに対しホワイトパスユーコンルートは営業を続けた。世界恐慌の時期には交通需要は非常に少なくなり しばらくの間一週間に一本の列車だけ運行された。第二次世界大戦ではアラスカ州がアメリカ合衆国にとって戦略的に重要な場所となった。アラスカ州はアメリカ合衆国で最も日本に近い場所であったので日本が侵略してくるかもしれないという懸念があった。アメリカ陸軍がこの鉄道の管理を行うようになり、新しく製造したり、 アメリカ合衆国内の廃止された狂気の鉄道路線から中古で購入したりした多くの蒸気、機関車が運び込まれた。第二次世界大戦中にアラスカとカナダを結ぶ道路を建設する上でホワイトパスユーコンルートが果たした役割について言及しているほとんどすべての本や記事で二つの神話について言及されている。この神話はアメリカ陸軍が1943年に持ち込んだ 11両の新しい車軸配置2から8から2のマッカーサー型の蒸気機関車に関するものである。神話として語られているものの一つは、もともと 1000mm 機関用であった機関車をスカグウェイの工場で 914mm に改造する工事をしたということであり、もう一つはこれらの機関車はもともとイラン向けに製造されたものが転用されたということである。 実際にはこれらの USA190 号から USA200 号と番号が振られた機関車は、ボールドウィンロコモティブワークスにより3フィート期間で製造され、完成した状態で出荷されており、改造工事は必要ではなかった。このマッカーサー型機関車はもともとアメリカンロコモティブにより3フィート6インチ期間向けに設計されたもので、 同じ車軸の長さで台枠と車輪の間のスペーサーのリングを様々な幅のものに取り替えることでより小さい機関に対しても巧妙に対応することができるようになっていた。このスペーサーは 914mm 機関に対しては3インチで 1000mm 機関に対しては1.32インチであった。合計で800両近いマッカーサー型がある子。 ボールドウィンター何社かのメーカーによって生産された。これらの機関車がしばしばホワイトパスユーコンルートに関する本に誤って記されているように当初イラン向けであったということはないという理由はイラン従関鉄道は昔から現在まで一貫して1435ミ、mm、リメートル機関であるということである。また水が不足しており長いトンネルがあるためイランは アメリカ陸軍が主にディーゼル機関車を運用した最初の場所であるという点もある。アメリカ陸軍輸送課の狂気機関車がイラン向けに製造されたことはない。ボールドウィンが製造したこのマッカーサー型の設計の最初の機関車がホワイトパスユーゴンルート向けの u s a 1 9 5号から USA200 号であり、これにより独特な点がある。 この1942年にボールドウィンに対して発注された最初の60両は 1000mm 機関向けの機関車でインドの広大なメーターゲージ鉄道網向けのものであった。このうち最初の11両が 914mm 機関用としてホワイトパスユーコンルート向けに転用され、その次の15両がインドにメーターゲージとして送られ、さらに20両が オーストラリアのクイーンズランド鉄道2067ミ、mm、リメートル用として送られ、最後の14両がまたインドのメーターゲージ向けとなった。ホワイトパスユーコンルートはアラスカハイウェイなどのプロジェクト向けの建設物資輸送のために重要な補給ルートとなったため、記録的な輸送量となった。毎日17本の列車が運転され、 最高記録では24時間に37本の列車がホワイトホースに到着している。ベネットとスカグウェイの間を陸上機機関車現代のホワイトパスユーコンルートのディーゼル機関車、スカグウェイにいて1951年にホワイトパスユーコンコーポレーションという新しい持ち株会社が設立され生産されることになったホワイトパスユーコンカンパニーから このルートを構成する3つの鉄道会社を買収した。鉄道は財務的に再構築された。他の多くの北アメリカの狂気の鉄道がこの時期に廃止されていったのに対してホワイトパスユーコンルートは営業を続行した。北アメリカにおけるいくつかの狂気の鉄道と同様にホワイトパスユーコンルートも1950年代半ばから末にかけてディーゼル化した。 長ザメ型のディーゼル機関車をゼネラルエレクトリックから購入し、後にロードスイッチャーをアルコやモントリオールロコモティブワークスから購入し、さらに小さなスイッチャーも何両か購入した。この鉄道はインターモーダル貨物輸送の初期のパイオニアで、いわゆるコンテナ輸送を早期に開始し、当時はコンテナルートの名前で宣言した。ホワイトパスユーコンルートは1955年に、 建造されたクリフォード J. ロジャーズという初期のコンテナ船を所有し、1956年にコンテナを導入したが、この頃はアメリカ合衆国で使用されるようになったトラック用コンテナよりはるかに小さいものであり、このコンテナを他の鉄道や航路で使用することはできなかった。ファロの名前、アエン鉱山は1969年に採掘を開始した。鉄道は 7両の新しい1200馬力機関車をアルコから導入し、さらに新しい貨車、鉱石貯蔵施設、ホワイトホースで、トラックと鉄道の間での積み替えを行う、ストラドルキャリア、スカグウェイの新しい鉱石岩壁、線形を改良する一連の土木工事などを導入、実施して輸送力を増強した。1969年の秋には、デッドホース強国を迂回する、 新しいトンネルと橋が建設され、重い列車を通せない高い鋼鉄製のカンチレバー橋を置き換えた。こうした膨大な投資により、会社はますます鉱石輸送の収入に頼るようになり、鉱石輸送が途絶えると会社が傾いてしまうことになりかねない状態となった。それだけではなく、アラスカの内海航路を訪れるクルーズ客船が増加したため、 ホワイトパスユーコンルートの旅客輸送も増加した。1978年まではスカグウェイからホワイトホースへは道路が存在しなかった。道路が開通した後も鉱山からの鉱石輸送により鉄道は存続した。ホワイトパスユーコンルート93号機関車。この頃、緑と木を基調に前面に稲妻の描かれた機関車の塗装が始まり、 それまでの青を基調に白と黒の模様をつけた塗装を置き換えた。緑と木の塗装は稲妻と共に1990年代初期に復元された。2005年現在、一両のみ青の塗装パターンである。蒸気機関車はしかしながら基本の黒のままである。1982年に金属価格が下落し、ホワイトパスユーコンルートの 主な顧客であった鉱山に壊滅的な影響を与えた。ファロの名り、アエン鉱山を含め多くの鉱山が閉山となり、輸送需要が途絶えて、ホワイトパスユーコンルートの商業鉄道としての運命はほぼ閉ざされてしまった。輸送の再開を期待して、数ヶ月にわたって膨大な損失を計上しながら、旅客輸送のみを続けたが、 最終的に1982年10月7日に鉄道は廃止となった。1982年4月1日に発行されたノースウエステルの電話帳にはホワイトパスユーコンルートから提供された同社の98号機関車が牽引する列車がベネット付近を南へ向かって走る様子の写真が表紙から裏表紙まで一枚もので使われている。皮肉なことに この電話帳が使われている期間の半分以上に、渡って、この列車はもう走っていなかった。この鉄道のアルコ製、ディーゼル機関車のうち何両かは、コロンビアの鉄道に売却された。またアルコのライセンスで、モントリオールロコモティブワークスが生産し、保管していたより、新しいディーゼル機関車は、4両中3両が、カリフォルニア州、プラスターシティの US 石膏車に売却され、 残りの一両はそのまま朽ち果てた。この近代的な狂気のディーゼル機関車は、北アメリカの鉄道向けに最後に製造された狂気のディーゼル機関車であったが、そのうち一両のみがホワイトパスユーコンルートに納入された。コロンビアに売却された五両のディーゼル機関車は、重すぎたため現地で使用されることはなく、1999年に買い戻された。一両は、 会場を輸送中に嵐によって高速が外れてしまい、橋家の橋へ向かって転がり出してしまって、危うく壊没してしまうところであった。この鉄道は、1983年に、英国放送協会のテレビシリーズ、グレート・リトル・レールウェイにおいて、初回のテーマとなっている。古い木造トレッスする橋、ホワイト・パスユーコンルート沿いの6月初旬の、景色特別客車。 フレーザー付近にて、蒸気機関車73号スカグウェイの車両基地、スカグウェイ駅で列車しかしながら、運行中断は、あまり長くはなかった。アラスカへの観光客が増加し、スカグウェイへやってくる、クルーズ客船も増加した。ホワイトパスユーコンルートの沿線の劇的な、景観は、観光客を引きつけると考えられ、また、鉄道の線路は、 かつての貨物輸送やクルーズ客船の旅客向けに岸壁のすぐそばにまで引き込まれていた。クルーズ客船の運行事業者は、かつての小さな登山鉄道が乗客を魅了していたことを覚えており、保存鉄道として運行を再開することを勧めた。ホワイトパスユーコンルートは、クルーズ客船の旅客に対して、山岳地帯を抜ける鉄道の旅を提供する上で、ベストの位置にあると言えた。 旅客はこの鉄道に乗るのにほとんど歩く必要がなかったのである。ホワイトパスユーコンルートとアラスカにおける運輸産業の労働者を代表する全米運輸労働組合の間での交渉の末、ホワイトパスユーコンルートは1988年に純粋な観光目的でスカグルエイトホワイトパスの間で運行を再開した。また会社は採掘を再開した。 ファロの鉱山からの鉱石輸送を獲得しようとしたが、クロンダイクハイウェイ経由の道路輸送に比べてかなり高いものとなってしまった。この鉄道では現在でも骨董的な価値のある特別客車を使用している。最も古い4両は1881年製造で、これはこの鉄道自体の当初の開業よりも17年も前である。また2007年に製造された新しい音両も、 この19世紀の設計を踏襲している。3両が車椅子用のリフトを備えている。作業用の列車は実際には1988年8月末にはホワイトホースまで到達しており、これはホワイトホースに6年にわたって保管されていた2両の機関車を牽引してスカグウェイに運び出し、そこでオーバーホールして観光客向けの列車に使用することを意図していた。 ホワイトホースではおよそ1週間かけて、街中の側線に止めてあった長物車、タンク車、車掌車などの鉄道車両を引き出し、その翌年さらに南部へ向けて移動され、最終的にはこれらの多くは売却された。ホワイトホースの街中を通っていた線路の多くは、今では撤去されてしまい、この路線の終点は、かつての車両基地があった、ファーストアベニューとメインストリートの地点から6、 ブロックほど南になっている。小岸に敷かれた新しい線路により、地域の歴史協会が運営する観光客向けの路面電車が運行されている。税関とカナダの労働組合との法的な問題が解決された後、ホワイトパスユーコンルートは1989年にフレーザーまで路線を再開させ、1992年にはベネットまで再開した。 1997年にはゴールドラッシュから100周年の記念に参加するためにカークロスまで列車が到達した。正体のみであるが特別な旅客列車が1997年10月10日にカークロスからホワイトホースまで運転されもし市場があるならばホワイトホースまでの全線を最終的に再開させる計画もある。現在のところカナダの運輸当局は カーグロスまでの線路のみを承認している。ホワイトパスユーコンルートは2006年7月29日にカーグロスまでの列車を走らせ2007年5月から毎週6本の列車を走らせ、帰りは自動車による形で旅客輸送を行うと発表した。スカグーエー8ホワイトホースの距離は107マイルで、スカグーエー8カーグロスの距離は62マイルであるので、 全線の58%が再開されたことになる。ホワイトパスユーコンルートは1988年11月に廃止されたカナディアンナショナル鉄道のニューファンドランド島の路線から車両を購入した。これは16両の保線用車両でまだカナディアンナショナル鉄道のオレンジ塗装になっている。これらの車両はニューファンドランド島の 1067mm 期間から ホワイトパスユーコンルートの 914mm 機関に改造された。この路線のほとんどの列車は、下部を緑、上部を木に塗り分けたディーゼル機関車が牽引している。しかし、蒸気機関車も1両が運行されており、これはミカド型蒸気機関車の73号である。車軸配置2から8から0のコンソリデーション型機関車の40号も、 ジョージタウンループ鉄道から5年間の期限で借り受けていたが2年のみで返却された。かつてのホワイトパスユーコンルートの69号は2001年に買い戻され修理されて2008年に営業を再開した。1年に数回ではあるが、上機動力のロータリー雪かき車が稼働可能であり、この路線の運行日を確保するために重要な役割を果たしている。この雪かき車は それを押していた蒸気機関車と共に1964年に廃車となっており、除雪作業はキャタピラ付きのトラクターが実施していた。観光客が来るのは夏場だけであるので必要性は低く、運行しているのを見られれば爽快であるが、鉄道ファンのグループ向きに一等に1回か2回、2両のディーゼル機関車で押してこのロータリー雪かき車を走らせている。2000年だけ、 二両の蒸気機関車でこれをしたことがある。カークロスでの鉄道開通100周年として、2000年7月29日にゴールデンスパイクの行事が再現された。73号と40号の二両の蒸気機関車を、先頭同士向き合わせて、開通地点で出会わせ、金でコーティングした鉄の犬釘が、ホワイトパスユーコンルートの建設に関わった。 マイケル・ジェームズ・ヘニーの子孫によって打ち込まれた。ある団体が蒸気機関車で牽引する列車をチャーターし、カークロスからフレーザーまで途中ベネットに停車する予定で2005年6月24日金曜日に運転した。予定していた参加者が来られそうにないとなった時に、フレーザーからカークロスまでバスで戻ってくる工程付きで120米ドルまたは156カナダドルで余った席が、 一般に販売された。これは1982年以来初めてカークロスからの一般旅客輸送であった。その後2007年から定期輸送が開始されている。社長のゲイリー・ダニエルセンは CBC ラジオのインタビューでホワイトホースまでの運行は軌道の修復に莫大な初期投資を必要とするが、もし旅客か貨物輸送の需要があるならば、 会社としては実施したいと語っている。2006年6月のアラスカの鉄道をアメリカ大陸の鉄道網と接続することに関する報告書ではカーマックスをハブとしてホワイトホースまでさらにスカグウェイまたはヘインズまでを視線とすることを提唱している。鉄道路線の復旧に加えてアメリカが周国南東部でかつてのホワイトパスユーコンルートの蒸気機関車が数量 観光客向けに運行している。テネシー州ピジョンフォージのドリーウッド公園で70号、71号、192号が運転されている。ノースカロライナ州ブーンの統一位鉄道で190号が運転されている。2010年6月末、スカグウェイの当局と鉄道は、カークロス以北の路線の再開及びカーマックスまでの新線の建設の可能性も含めて、 この路線での貨物輸送の再開を主張していくという協定を結んだ。この延長には連邦政府の資金が必要で、もし完成すればこの地域の工業が利用する見込みである。1951年に70号機関車がスノープラウでガードレールを引っ掛けてしまい転覆した。この機関車はテネシー州ピジョンフォージのドリーウッド公園でまだ運行している。 1994年に岩石の除去作業中にバックホーの運転手が誤って線路のそばの石油パイプラインを引っ掛けてしまった。これによりパイプラインが避けて1000ガロンから5000ガロン程度の暖房用燃料がスカグウェイ側へ漏れ出した。鉄道の責任者のエドワード・アノーセク・ジュニアと社長のポール・テイラーは後に水清浄法に違反し、また事故の調査に当たった 捜査官に嘘をついたことで後に訴追された。2006年9月3日に発生した重大な列車脱線事故により、保線作業員が一人死亡した。114号機関車が牽引する8両の砂利輸送車両で構成された、保線用列車がベネットの南およそ3マイルの地点で脱線し、列車に乗務していた4人全員が負傷した。二人は、カナダ人で二人は、 アメリカ人であった。一人はその場で死亡し、他の三人は病院で航空搬送された。このシーズンのこの区間での旅客輸送は、この事故の直前に終了したところであった。2007年2月、114号機関車は、ワシントン州タコマのコーストエンジンエクイプメントに、修理のために送られた。EN リストオブホワイト、パスユーコン有ュート、ローコミューティブスカーズを参照。ありがとうございます。